城下町柴田全国ゾ煮合戦は、新潟県柴田市において、毎年1月に開催されるゾ煮に関するイベントである。柴田商工会議所青年部が主催。第8回に会場を、柴田城市公園から、柴田市地域交流センターに変更。第9回に、柴田市カルチャーセンターに変更。柴田ゾウ柴田地域伝統の具沢山。 雑煮全国各地の伝統的な雑煮や趣向を凝らした創作雑煮がおおむね50店舗出店し地元の伝統的な具卓産雑煮、柴田雑煮と日本一の雑煮を競うという町おこしイベント。第9回目からは一般来場者による投票と特別審査員によるポイント制で優勝雑煮を決定している。使用する餅は地元の子供たちとその保護者が 親子触れ合い田植え体験で手植えをし、親子触れ合い寝刈り体験で収穫した最高級に潟産小金餅を地元の砂糖食品牛畑工場に加工を依頼し、使用している。当初より環境配慮が大ベントを目指して、リサイクル可能な内フィルムを剥がすタイプの容器を使用し、割り箸のキチップ化、残飯の堆肥化などを行い、ゴミの縮減に努めるとともに、無料シャトレバスを運行し、 パークアンドライド方式による排気ガスや燃料の抑制に配慮している。また、二帯イベントとして持ち巻きを行い、特に栗山ベ家カから提供を受けている。ベーカ詰め合わせは人気を博している。2010年に公式テーマソング、冬の青空完成。閉会式での結果発表城下町柴田全国ゾウニガッセンは、2004年に柴田城の三階屋倉と、 辰ツミヤが復元されたことを記念し、柴田の街を盛り上げようと柴田商工会議所、青年部が主催し、柴田市、柴田商工会議所、柴田市観光協会が共催するという形で、2005年1月15日に開催された。ありがとうございます。